師の花畑でーす。これでほらお誕生日を迎えまして、あ、僕ですか？そうそうそう、ありがとうございます。はい、お祝いも終わりの、はい、で28歳なりの28です。そう、28年前っていうと28年前っていくつですか？30にもなってないんじゃない？でもそうですね、ギリ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 じゃなくてほら全然なってないよ。でも私たちもね、聖子ちゃんとかさ、はいはい、やっぱまあよく歌うけど、明菜ちゃんとかさ、としちゃんとかさ、そういう時代だったけどさ、はいはいはい、やっぱりあの、なんて言ったってあの、まあ、あんまり言わんけど、私も何ってマドンナが大好き。マドンナって、うん、もう本当に世代ですか？世代だね。私中学生の時にマドンナだったから、ライカーバージンだね。ライカーバージン、うん、ライカーバージンじゃん。どんなのあんまり知らないですもん。そうでしょ。渡辺直美さんがビヨンセね。もうみんなそれ間違えるんだよ。ビヨンセさんだよ。あれはマダーナだよ。マダーナ、マダーナですね。うん、ライカーバージンフーって知らんの？あれはなんですか、階段の途中で、うん、あのスカートがキラッてなってるし、マリリン・モンローね。そんなに変わるの？びっくりする。マジで？はい、私ね、マドンナがデビューして、はい、やっぱりさ、ユウさんもさ、ほら、歌手になりたかった時あったじゃん。うん。マドンナも田舎で生まれて、私も有名なスターになるんだと、はい、デモテープを送って、で、ニューヨークに来るわけよ。はい、で、その間さ、何ポルノ映画出たりとかお金がないから、そうやって稼いで。ポルノも出てた？そうだよ。それもね、今になっても、もう、何も恥ずかしくない。私はやってきたこと、はい、そうよみたいな。何がいけないのみたいな。食べるためにやってきたのよって、その学校バーッと売れて、はい、今じゃもう大スターじゃん。そのサクセスストーリーも素晴らしいし、まあ、あの頃で言うさ、今で言う LGBT 的な、ああいうことも、はい、なんか全然、あの、レズビアン OK よ、みたいな。ゲーム OK みたいな、もうその頃そう言ってたし、もう自分もほら、そういう写真集とか出したんだけど、その間もこう、女性とこう女同士でレズビアンで写真集出したりとかさ、もうおっぱい出したりもうビエーみたいなことやったりとか、私にとってはもう田舎のオカマがセンセーショナルだったわけよ。なんだこの人はって。そう、大好きすぎて。ですがユウさんの頃はあのまあもうすでに水商売だけど、はい、ショータイムやりたくてもうことごとくマドンナの曲でショータイムやってました。ああ、そういうことですね。懐かしい写真がいっぱい出てくると思いますけれども、愛がすごいですね。すごいの。私ね、毎3回来てるのかな、日本に。多分、はい、マドンナさんが。そう、はい、必ず名古屋飛ばしって言うじゃん、はい、で名古屋は飛ばされるんだけど、はいはいはい、必ず見に行ってるね、東京に。で最近はね、2016年に来たのよ、日本に、はいはいはい、でそれ行ったんだけれども、はい、それがね、東京じゃなくて東京の近くのなんだっけ、埼玉アリーナあります、ね、あるじゃん。あります、あります、うん、あそこでやるの。で、その、はい、あんまり大きくないじゃん、はい、で、あんまり大きくなくて、あんまり人も呼べないのに、ドームでやればいいのに、あえてそこでやる。なんかね、音響が日本で一番良かったらしいよ、マドンナ的には。へー、そこを撮るというね。で、そこで待ってるんだけど、あったマドンナさんさ、3時間出てこない。一時ニュースになったことない？あの、全く来ないっていう。そう、あ、そう、なんかチラッと聞いたことでしょ。ニュー、ロサンゼルスかなんか4時間か5時間出てこないって。ほんとも、スンとも言ってない。で、その時にもうネットとか携帯で見るじゃん。もうやだ、どうなっとんの、なんかあったのかしらと思う。はいはいはい。でもそこのネットの方もすごいの。はい、頼むぜ、あの、楽屋にいるマドンナっていう方に言ってくれと。な、ここは埼玉で、東京ではないって。お願いだから伝えてくれ、はいはい、東京だと思ってるあの人たち絶対に、はい、ね、出てきて、でもきっちりやるわけ、きっちり決まったことをバチッとやるから、はい、どう考えてもオスはね、縮めるわけじゃないし、だから見とってもね、私が行った時もね、結構途中で渋い、もう終電ないからみんな帰ってて、渋々で、次の日はあの、気を使ってかもしれないけど2時間だったね。それでも2時間、2時間、3時間、平気でね、これで。すごくない？でもね、わかんない。お祈りしてるって噂もあったし、でもね、まあ本当に、本当にもっと私よりも詳しい人なんかに怒られるかもしれないけど、待つもね、で、待って、3時間待って、バンと出てきた時の、マドンナのショーの一曲一曲がもう物語なわけ。だからもう、よくさ、歌手はさ、
例えばこの歌を歌います、はい、じゃあ聴いてください次の歌みたいになるじゃん、うん、まあどうなんですか、そんなことはやらないけど1曲歌ってそれもショーなんて、はい、で次の曲も衣装もチェンジ、舞台もチェンジ、ダンサーも変わっても1曲1曲が全然違うの、素晴らしいのよ、エンターテイナー、あんな素晴らしい、私はショーはね全然お金払ってもいいなって、5万か6万だったけどチケットも、あ全然いいみたいな、前の方なんかね20万とかそれぐらいだったけどね、はい、本当に行きたかったね、うーん、え今おいくつなんですかマドンナさんは。60ちょっといってるんじゃないかな、今でもやられてるんですか。やってるの、この間もなんかあの全米ツアーだよ、まだメイクすごいっす、素晴らしくない。ママももうショータイムやるもいいじゃないですか。あれほんときついんだよね本当にきついもう働いた金をみんな一生に費やしてたけどね、ふっときついてね、これは何、え、まあまあの財産の服があるけどこれは何、いつか着ることあるのみたいな、ないなと思ったらやめようと思って、もう準備からさ何からさ、お客さんにチケット売ってさ、踊りの練習してさ、最初のうちは楽しかったけど、まあ、もう無理ですみたいな、特別なんですね、私の中ではね、ちょっと暑かったかな、暑かった、ビヨンセだと間違えてたんだけど、ごめんなさい、でもね、そんなにビヨンセと間違えるぐらいマドンナはもうそうなんだと思ったことの方が私はびっくりしちゃう、顔は出てきてるんですよ、そんな状態なの本当さっきそのカメラの人も、はい、同じこと言ったの、はい、マドンナについて熱く語れますかみたいなこと言われたから、はい、何言ってんのって、はい、何言ってんの、私を舐めんだよみたいな、ですよね、知ってるじゃんマドンナとかって、いやあの渡辺直さんがやってる人ですねって言ったから、まあ、ビヨンセじゃない、ビヨンセとマドンナの区別もつかんくなるの全然違うじゃん、すいません本当にすいません、なんかママがその好きになった時ってあんまネットとかも発達しなかったと思うんですけど、マドンナを好きになったきっかけみたいなのはどっから、あなんだろう、なんだろうな、え、なんだろう、きっかけ、なんで好きなんだろう、え、なんで知ったのかな、あ、MTV とかあったじゃん昔、テレビですか、テレビ、 MTV ってミュージックテレビみたいなさ、 MTV みたいなのがあって、そこでこう海外のさ、そういうちょっと流行ってるような流れるわけよ、そこでこうマドンナも出たりマイケル・ジャクソン出てきたり、はいはいはい、MTV ってないの、あるよね、ああいうのでカルチャークラブだったりさ、そういう時代が、そのマドンナとかさ、カルチャークラブとかさ、まあ、シンデレラも好きなんだけど、なんかそういう時代のので、いやマドンナっていやすごいおしゃれみたいな、どんどんかっこよくなるねみたいな、でシンデレラも好きだったけどカルチャークラブもまあああいう感じでみんな流行ったわけよ、はいはい、でもこう何、いまだにこう上上がってさ、こう行くっていうのはマドンナぐらいじゃないかな、あの時代から。じゃあマドンナに向けてしたことをお願いしていいですか。分かった。これだっていつか見るかもしれないですよ。マドンナさん。嘘だ。いつか見るかもしれない。ほら、私はとっても昔からファンで、この間コンサート行った時に、もうおいでっていうのマドンナが、もう来なよみたいな。でも私もはあ。して真ん前にいたのステージのもうここで、ここにマドンナが歌ってるわけ、はい、いやーって言って、あの時に触った私です、わかりますかね、本当にファンです、覚えてくれてないかな、どうなんですか、あーいってすごい目があったんだよ、私も死んでもいいと思った、はい、本当にな、こんなその信じろもそうだけど、はい、やっぱりさ、ディナーショーとかも行くじゃん、そこでさ、なんかやっぱりこうあんなにテレビで見てさ、あどこに住んでんのかなとかさ、東京らしいけどとか外国らしいけど、本当にこの世に本当にいるのかしらとかと思って熱烈なファンだったのが、ちょっと今大人になって、まあ、気持ちお金出すと何、その時の青春のさ、なんかわーって言った人がここに立って歌ってるとかさ、そう、マドンナとかそこ触れたとかさ、そのアキナちゃんのディナーショーに行ってアキナちゃんが相変わらずうわーあああって歌ってるとかさ、それをこうご飯を食べながら見るっていうさ、はいはい、そういうことがね、あのなんかなんていうのかな、グッとくるね、うん、大人になったなみたいな、あなんかこんな風に会えるようになるんだな、なったんだなみたいなさ、まあでもそのグッと来るのが まだないですね、要は海外の方とかか、あとはなんかこうめちゃめちゃ人気の女優さんとか、全然会ったことないんで、
まあ確かに確かに確かに。お金を出せばって言ったんですけど。違う違う、お金をいっぱい出すからわざわざ呼ぶんじゃないか。コンサートがあるんだけど、できればその前の方に行きたいから、それはちょっと高いんだやっぱり。でもちょっとそれぐらい、ちょっとそれぐらい出しても本当に会いたいですっていう風にはなれたなっていうことがさ、嬉しいじゃん。いやでもそうなりたいですね、やっぱり。なるわよ。まだいないじゃん、そんなに会いたい人も。いや、います、います。誰？海外の方で言えば、ハーマイオ、エマ・ワトソン。エマ・ワトソンさん、めちゃめちゃ綺麗なの知ってます？ハーマイオ、ハリー・ポッターの女の子。パトローナム！そうです、そうです、そうです。お前はパトローナムだよ。なんで会いたいの？いや、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。あえてそこ？いいよ、いいよ、いい、いいと思う。いいと思う。あ、なんかその人なら会えそうな気がする、アメリカ行けば。絶対会えないですよ、そんな簡単に。本当の魔法使いだって行けばいいじゃん。使えるんですって。マドンナ戻るけどさ、マドンナもこう日本のさダンサーとかさ、はい、結構使ったりとかさやってたから、そうそうそう。あとマイケル・ジャクソンと奪い合ったこともあるんだから、そのダンサーを、日本のダンサーをね。そうそう、それとかもね、帰ってきてマドンナのツアー終わって帰ってたら、ほんま有名人になっちゃうじゃん、マドンナのバックダンサーにいたみたいなさ。森健人さんとか。あ、かな、はい、すごいよ。本当に感動して、マドンナに本当にこれ見てもらってさ、たかしって会おうよって言われたらさ、どうしよう、私は全て捨てて会いに行くわ。待ってるわ。高間原定点ですか？いや、僕が。あ、引き続きよろしくお願いします、はい、私今マドンナといるんだけどそういうことで、結局私今やたらと熱い話をしてしまった。いや、もう愛がすごかったです。あ、本当、はい、ちょっと熱入っちゃった、今。いや、すごかった。うん。はい、だから、みんなさ、いると思うんだよね。そういうタレントとかさ、歌手とか好きな人とか。そうですね、そうですね。私はマドンナだけど、そうだな。私のなる世代は大体一緒かもしれないね。マドンナさんですか？またマドン、そうね。最初結構叩かれたりもしたけどね。マドンナもこう、おっぱいちょっと見えるんじゃないかとかさ、なんか格好してみたいな。はい、今じゃあみんながこう、崇拝するから、そういうこと大事だね。分からんもんやな。皆さんも今度好きなタレントとかさ、はい、そういうのもお伺いしたいね。それなんか聞いて、なんか食べりたいですね。そうだね、はい、じゃあ皆さんもぜひともコメントください。今日は私が熱くやたらと語ってしまったっていう、あの妙な回です。ありがとうございます。ありがとうございます。またな。センキュー。待ってるから。オファー。